レフィエ 75mm 砲。長さ 2.00m、重量 475kg、砲弾重量 4.9kg1873 年型、レフィエ 75mm 砲は、砲兵将軍であるジャンバティストベルシェールド・レフィエが、ムードン造兵将での最高責任者として開発した19世紀のフランスの野砲。1873年に、 フランス陸軍に採用された。合計 75mm の個層式市場砲で、ラシキオ線を採用した。当初は、制動性であった。レフィエ 75mm 砲のラシキオ線レフィエ 75mm 砲は、薬室の閉塞のために、格ラ式の汚染線という先端的な機構を採用したが、発射ガスの完全な密閉は、土板樹式金採方式の発明を待たなければ、ならなかった。 砲弾としては炸裂弾を使用した。比較的速い持ち機に、ライトオール 95mm 砲、ドバンジュ 90mm 砲に置き換えられた。ドラフィエは1870年には、レフィエ 85mm 砲を開発している。1866年には、初期の優れた機銃の一つであるミトライユーズも開発しており、1870年の不屈戦争において使用されている。 ありがとうございます。